アメリカの大統領選挙の結果は、まだ政府による公式発表がなされていないにもかかわらず、一部のアメリカメディアは、勝手に民主党のジョー・バイデン候補が270票の選挙人票を獲得したと報じました。これに対し、アメリカのトランプ大統領の支持者は、アメリカ全土から首都ワシントン DC に集合、トランプ大統領を支援する100万人規模のデモに参加しました。 アメリカ東部時間、11月14月日正午、ワシントン DC のフリーダムプラザでマーチ・フォー・トランプパレードが開催されました更新中ではトランプ大統領の支持者たちはアメリカ国家や「ゴッド・ブレス・アメリカ」を歌いました